は、本日は久しぶりに九州新幹線鹿児島本線の筑後船小屋駅を取り上げます。今回の動画の趣旨は2つ。 1. 前回動画作成からの8ヶ月間での変化が何かあるかどうか。 2. もう少し広い面で駅を捉えてみるです。 1. については言葉の通りですが、2についてはこの駅が筑後広域公園の中にあることを踏まえて、広域公園全体を見つつ駅についても考えてみるということです。広域公園というくらいで歩きでは時間がかかるので、公園内も自動車で移動します。ここで車は筑後市に入りました。筑後市に入るとすぐに川の駅船小屋恋ボタルの看板。川の駅はまあ道の駅みたいなものです。この施設は筑後広域公園の一部であり、公園の一番西側に位置しています。ここを左折です。10月の日曜日、どれくらい人がいるでしょうか。川の駅船小屋恋ボタルが見えてきました。正面の第2駐車場、結構車が止まっています。でも一番メインの第1駐車場に行きます。なぜか第1駐車場への道は絶妙に狭い。なぜここを広くしなかったのでしょう。すごく残念。で、第1駐車場ですが、すでに駐車場ではない芝の部分に駐車している車が見えています。駐車場、車でいっぱいです。芝生に駐車している方がいるのも納得です。これは止めれないかもと思いましたが、一番いいところがたまたま空いていました。ここに止めます。正面の建物は物産館です。人はそんなに多くない。車の量の割には人は少なく見えます。この川の駅は物産館と温泉館、他足湯などで構成されています。車を降りて川の駅の様子を見に行きます。人が多いとは言えませんが、この近辺の人口密度を思えばまあまあなのかなと思います。左手の足湯のところ、結構混雑しています。先日までコロナ対策で閉鎖されていましたが解禁されたようです。広々としていて、お子さんを連れてくるには最適な場所です。利用料金が基本無料というのも大きい。方向転換してもう少し歩きます。右側は物産館と並ぶ川の駅の施設、温泉館。要は日帰り温泉です。民間の温泉施設と競合しないのか気になりますが、今回の主題ではないので流します。川の駅の隣には筑後広域公園のものすごく広大なスペースが広がっています。結構な人数がいるはずですが、広いので混雑しません。とにかく家族で来てのんびりと過ごすにはいい場所です。ほとんどは車で手軽に来れる地元の人でしょう。広いし気持ちいいし、お金かからないし、文句のつけようなし。必要なら食べ物を買ったり食事したり温泉にも入れます。しっかりと芝も刈り込まれていて、作った後もちゃんとお金をかけているのがわかります。では車で移動します。駐車場も混雑していますし、ここからは撤収します。そうしている間にも続々と車が入ってきます。 JR 筑後船小屋駅へ行くには、北野とは逆方向、広域公園の中の道路を走っていくのが近道です。途中に第4駐車場がありました。物産館温泉館に用がなく、公園利用メインならこちらの駐車場が空いていて良さそうです。空いていると言っても、そこそこ車は止まっています。こちらにはバスも止まっていて、団体の来訪などもあるのでしょうか。第4駐車場近くの様子です。やはり川の駅方面が人が多め、そこから離れると人が少ないようです。再度車で移動します。次は体験エリア駐車場というのがあって、後ほど行ったのですが、まあまあ車が止まっていました。右側はドッグランになっていて、後で訪問したらこのくらいには犬と人が来ていました。
人も犬も多すぎず少なすぎず楽しめそう。料金は200円。まあ普通に犬の散歩をするだけならリードさえつけていれば無料の公園エリアで十分すぎるほど楽しめます。車からの映像に戻ります。それにしても交通量の割に道が狭い。公園の中を突っ切る道路なのでこれくらいの方がスピードが出なくて安全かもしれませんが、鉄道の駅方面へのアクセス道路としては不十分です。道路は一旦住宅街に入っていき、その後筑後船小屋駅の駅前施設である九州芸文館の駐車場に繋がっています。今回はここに駐車します。2時間まで無料、それ以後1時間100円。先ほどから見てきた駐車場は完全無料なのでわざわざこちらに停める人はおらずガラガラです。駐車場の目の前にある高台に上がってきました。繰り返しになりますが素晴らしい公園です。ただ人が少ない。川の駅側と比べてこの人の少なさ、いくらなんでももったいない感じはします。そしてその背後にある九州芸文館と筑後船小屋駅、もう見事すぎるくらいに無人です。正直ここまで完全に無人だとは思いませんでした。左側も右側も誰もいません。近づいてみても駅舎方面も無人です。正面に見えるガラス張りの建物、九州芸文館の別館らしいです。ここだけ何か行われていて人がいます。九州芸文館本館側は完全に人影なし。まあ細かく見ればいるのかもしれませんが、そういう問題ではありません。そして相変わらず5周年のポスターは掲示されっぱなし。5周年を迎えたのは2018年です。完全に色あせてます。3年前に迎えた5周年のポスターを貼っているのでは、それ以降何もしていないように見えますが、それで良いのでしょうか。21億円をかけて建設した施設の実態がこれですか。翌週にはイベントの予定が入っているのに、そのポスターを貼って人を集めるとかいう発想はない模様。緊急事態宣言が解除されて約3週間、これからイベントが再開されていきますが、このありさまでは先が思いやられます。では駅舎の方へ行ってみます。途中に筑後広域公園九州芸文館の案内板がありますが、真っ白で何も貼られていない。10月の台風の後こんな状態になった後、白紙になってそのままです。なぜ直近のイベント案内を貼らないんでしょうか。新幹線駅舎前から芸文館方面を見ます。見事に整備されているのに誰も利用していない駅前、突然人類が蒸発してしまった映画の世界みたいになってます。誰もいないのに見事に芝は刈り込まれ整備されているというアンバランス。では新幹線駅舎内を見ていきます。前回同様薄暗い。やっぱり照明消されています。ここまで人がいなければ消されても仕方ないのか。これほどまで人が映り込まないとは想定していなかったです。切符売り場改札口方面も無人。待合室にはかろうじて人影あり、ちなみにその方はずっとここにいたので鉄道利用者ではないかもしれません。それでも若干の変化がありました。これです。レンタサイクルは以前からありましたが、自転車は外の駐輪場の一角に設置されていました。現在はこのように駅舎内に設置され案内もされています。そして利用できる日が拡大されました。以前は観光案内所のみでの取り扱いで、土日祝日とホークスの試合日のみしか使えませんでした。使える日数がかなり少なかった。現在は観光案内所が空いていない日は緑の窓口で借りられるようになりました。まあ毎日利用できるくらいは当たり前のことに追いついただけですが、改善はされています。変化はもう一つ、新幹線改札の前に見慣れないものが設置されていました。拡大すると駅利用者に対する駐車場割引の告知でした。
効果のほどはわかりませんが、利用促進のためでは売っているということです。誠に残念ながら、何分照明が消されて薄暗いので、せっかくの掲示物がよく見えないという、なかなか素晴らしい条件に恵まれています。では新幹線の駅舎を出て、在来線の駅舎へ行ってみます。大抵の場合、新幹線駅と九州芸文館の間が無人でも、在来線の駅と駅前ロータリーには人影があるのですが、今日は気持ち悪いくらいに人がいません。客待ちをしているタクシーすらいない。ちょっと気持ち悪さを感じます。春日の閉鎖空間に迷い込んだ気分です。今日は日曜日なので観光案内所が開いています。前回の動画で、平日にも観光案内所を開けたらどうかと提案しましたが、すみません、撤回します。日曜日ですらこれでは開けても意味ないかもしれません。レンタサイクル業務を緑の窓口に委託できたのだから、平日はお土産販売も観光案内も委託してはどうでしょう。JR 側もわずかながら収益源として、考えてみてはいかがでしょうか。在来線側の駅舎と待合室も無人です。日曜日なので通学の学生さんなどがいないのはわかりますが、まあ無人すぎます。他、変わったところありません。あえて言えば、インターホンが設置されていたことくらいです。別の日の映像ですが、在来線ホームの様子も見てみました。当然ですが、特に変わったところはありません。ホークス選手の写真パネルが貼り替えられたくらいでした。列車は安定の2両編成と水気です。これに乗れば久留米まで17分。そこで新幹線に乗り換えた方が早いのが現実。再び、新幹線駅舎側、九州芸文館側に来ました。とても静かな場所なので、新幹線ホームで流されている列車の接近放送が聞こえます。下り列車が到着したようです。博多発鹿児島中央駅のつばめです。日曜日の15時台、どれくらいの人が降りてくるか、ここから見てみたいと思います。駅前の景色を見ていると、最悪例人すらありえます。人が降りてきました。意外と多い。25人くらい。思ったより利用者いました。よかった。別の日ですが新幹線改札口の中も見に行きました。何も変わったところはないかと思いましたが、エスカレーターを上がっていくと、情報発信のコーナーはリニューアルされていました。自治体の情報に加えてホークスの情報を提供。デザインも一新してすごく明るい雰囲気になっています。これは一歩前進です。新幹線で訪れた人を歓迎している感じがあります。下り線ホームへやってきました。九州新幹線、到着と出発の様子を見ていきます。撮影日は月曜日、午後5時台。帰宅ラッシュにはやや早い時間帯かと思いますが、どれくらいの利用があるのでしょうか。ホームで待っている方は2、3名のようです。ドアが開いて人が降りてきました。思ったよりは多いです。後ろの方の車両まではよく見えないのですが、10名くらいの方が降りたような気がします。何もない駅ですが、平日もある程度の利用があるようです。降りた方の服装と時間帯から推測するに、通勤利用ではないかと思います。日曜日の利用と同様に、こちらも私の思っていたよりは多くて、駅前が無人状態の割には、駅の利用者がいると感じました。逆に言えば、駅利用者はいても駅前は無人ということです。以上、久しぶりに筑後船小屋駅の映像をお届けしました。今回分かったことは、駅の所在する筑後広域公園自体は、それなりに人がいるということ。なお、この公園は駅の反対側にも広域に広がっていて、ホークスの球場以外にも体育館やプールがあり、それぞれがそれなりに賑わっています。一方で駅前には誰もいない。正直なところ、予想以上の無人さになんと言ってよいか困ります。駅利用者も一定数は確実にいることがわかりましたが、駅前に利用するものが何もないので、
すぐに立ち去っていく。筑後広域公園という枠で考えてみると、メインの入り口が、賑わっている川の駅船小屋恋ボタルで、JR 筑後船小屋駅は裏口です。正直、なるべくして裏口になった感があります。この場所に新幹線駅の建設が決まった時、利用者の少ない閑散駅になることは、極めて容易に想像できました。もし地元の市や県が駅前を活性化したいと本気で思っているなら、広域公園内で集客力が一番ある川の駅船小屋恋ボタルを、筑後船小屋駅前に持ってくるべきでした。さびれた裏口を作らないために、表口を裏口と一緒にしてしまうわけです。幹線道路である209号線から少し離れることになりますが、車なら4分ほどの距離です。走りやすい道路が整備されていれば決定的なダメージはありません。鉄道の駅だけでは人が集まらないし賑わいを喪失できないから、道の駅等を鉄道の駅前に持ってきて、鉄道利用者にも使えるようにする。北海道新幹線の奥津軽今別駅で導入され、長崎新幹線の嬉野温泉駅でも計画されているやり方です。新幹線駅設置が決まってから、川の駅船小屋オープンまで7年、九州芸文館オープンまで9年、やる気があれば、仕様変更可能なスケジュールです。駅利用者の増加には直結はしませんが、少なくとも駅前は活性化して、駅利用者にとっては便利になります。しかし実際にはそうはしなかったわけで、新幹線駅に対する地元の熱の入り方も、その程度だったのではないかと正直思います。では、これからどうすればよいのか考えてみたのですが、細かい点は別としても、今更できる策が思いつきません。この結論に達するのはできれば避けたいのですが、駅を活性化させることにこだわる必要を感じなくなってしまいました。駅は寂れているけれど、誰か困っている人がいるんでしょうか。広域公園内で穏やかに過ごしている人たちを見ていると、そんなことを考えてしまいます。今以上に発展させることは無理という現実を、受け入れてしまうのもありかと思えてきました。多大なる税金を投入して建設された新幹線駅が有効利用されないのは、税金の無駄遣いとしか言いようがありませんが、それを無理に有効活用しようとしてさらなる無駄を重ねるのも、得策とは思えません。筑後船小屋駅は、使いづらいけどないよりマシな新幹線駅、として、存続するのも一つの道でしょう。新幹線駅ができたから街が発展するわけではないという実例として、今後の教訓とするしかないと思います。なお、駅前にある立派な施設の運用面に関しては、早急な改善を求めたいですが、これまで気づかずにいる時点で、期待できそうにありません。この動画はこれで終了です。最後までご覧いただきありがとうございました。